はい、各党でいろんな改憲議論がありますけれども、まあ、立憲、共産、社民、令和あたりは一言一句変えてはならんと、憲法を変えれば戦争になると相変わらず脅しておりますけれども、はてまた一から作り直すんだなんて主張している党もありますけれども、それだと何百年かかるか分かったものではありません。で、私はですね、北朝鮮による拉致被害者奪還、竹島奪還、北方領土奪還、尖閣諸島防衛、これをですね、ことごとく邪魔している9条をまるっと削除すべきだと思っております。で、削除して無効化してですね、日本国憲法は7条、8条、次10条でいいではありませんか。これができればですね、スピーディーに北朝鮮に対して拉致被害者を返さなければ武力を行使する、こういう交渉もできるわけであります。拉致被害者さんたちも年齢がいっております。家族の方も亡くなる方がちらほらと、あまり時間が残されておりません。素早い問題解決のためには9条削除、細かいところは後からやると、それでいいではありませんか。日本国憲法は7条、8条、次10条で十分だと思います。